はい、それではですね、次はですね、センター試験の対策、筆記でですね、穴埋めなんかよくあると思うんですけど、文法事項を聞かれたりだとか、そういった時に、今回は、僕らが使ってる、いわゆる英文法、語法なんかのですね、演習問題の、ヴィンテージなんかを使って、どういうふうにそのパワーポイントを利用するかっていうことをお話ししたいと思います。ではちょっと実際に見てください。こう見るともうお分かりのように、項目が全部分かれていまして、で、全部ハイパーリンクされていますので、押せばその問題に飛ぶという単純なことなんです。で、実際に例えばこう動詞の語法だとかいうふうに押せば飛ぶんですけど、で、今回はちょっと2ページにわたって作ってみました。で、はい、じゃあ押してみますね。じゃあ動詞イディオムピッと。そうすると、10問ごとにですね、区切って作ってあります。それで、なぜ10問なのかっていうのもあるんですけど、ちょっとスタートしてしまいまして、ごめんなさい。センターの方が、第2問の A 形式が、10問あるので、その10問でやるということなんです。では、実際に見てみましょう。何でもいいので押してみます。はい。理想は7秒か8秒か、何秒でもいいんですけど、15秒ぐらいで今回作ってみました。で、15秒で実際に答えを見つけるんですけど、すぐに、こういうふうにアンサーのところにパッと出てきます。で、生徒は今回は小さなですね、専用の用紙を用意して、番号をすぐにマーキングして、で、答えを確認する。で、合えば合えで、それで、いいんですけど、間違った問題をどうするかっていうところで、間違ったらすぐにこの左上のところの番号をチェックする。これがいわゆるその教材の番号とつながっているので、後で確認してねっていうことなんですね。わからなかった、または知らなかったっていう番号を自分の復習ですぐに分かってもらいたいっていうことが狙いなんです。で、どんどんこういうふうに出していって、ゲーム感覚でウォームアップやってます。で、これが授業の大半を占めるとすごく退屈なんで、もちろん、たったの15秒かける、10問ですか、でやるようにしています。で、ピッと押すと、戻るようにはなっています。で、これがですね、実際にはこんなのを作るのってすげえ大変じゃないのと思うんですけど、お得意のですね、Excel を使って、これも、Excel に打ち込んだら、PowerPoint が自動的に生成されるようなプログラムを組んでますので、約ここに1125枚スライドが合計であるんですけど、この1000枚作るのにも、だいたい、そうですね、アニメーションももちろん全部かかって、音も全部、デュプリケートされる状態なので、そうすると、ものの1000枚作るのでもう、10分かからないですかね。っていうぐらいで全部できちゃいます。ただ、ポイントなのは、こういったふうに、他の先生たちが使えるように、ハイパーリンクを飛ばしておかなきゃな、作っとかなきゃいけないというか、リンクをつなげとかなきゃいけないので、その作業は丁寧にポチポチとやればいいわけですけど、それもそんな、1週間、2週間とかそんなレベルじゃないです。もう本当に朝の1時間、2時間でピピッとできちゃうもんなんで、そんなに時間はかからないと思います。で、こういった考え方は、すごく他の教材とリンクさせる、PowerPoint とリンクさせるには、
すごく利用できると思うので、Excel に、教科書会社が、くださったデータをうまく活用できれば、iPad の中、パソコンの中にこういった PowerPoint のソフトで生徒にうまく還元ができるんじゃないかなというふうに思います。まあこの本当にヴィンテージに限ってみればすごく厚いもので、まあぶっといですからね、一枚一枚丁寧にこうめくっていく時間、なかなか生徒には作れないかもしれないです。部活動もあるし、いろんなことしなきゃいけないので、まあそんな中で、授業の、数分を使って少しでも、まあこなせればいい、きっかけになるかなと思って作ってみました。はい、そんな感じです。どうも。